こんちくわ広告杯広告杯元気なし中ね、ちょっとハマってます。ふうたま、ふうたまのね、冒険。何やこれ。ツイートし、冒険。トマトのコクうまソースフライ、真っ赤なトマトのコクソースフライ、これトマトを揚げてるいうこと。冒険、怖すぎ。これはエビフリア13パ3本、まあ、無難にエビフリア呼ばれようか。微妙にエビフリア呼ばれる。いただきます。うん、エビ入ってる、ちゃんと。今日めっちゃ空いてた、玉で吸う玉、暑いから。レジ1,2,3、レジ4人いてはった、4人って、レジうちのおばちゃん4人いてはったけど、お客さん全然いてない。これ呼ばれます、冒険。トマトのソースフライってどういう意味。こんな中身トマトいうこと。ん、トマト、なんとも言えねえ。トマトやないね。ちょっと待って、いらんもんいっぱい映るわ。こっちで映る。恥ずかしいね、いっぱい映るやん。こう映らなあかんな。これ今ちょっと逆なんでね、いつもと。逆でね。
ここに冷凍庫をますね。邪魔な冷凍庫。トマトのコクうまソースって、これ原材料見たらね、玉ねぎ、ピーマン、トマトソース、トマトペースト、しいたけっていうことは、トマトは入ってんっていうことですよ。この原材料の一番手前の一番上に書いてるもんから入ってる量が多いんでね、元食品業界だから数玉がちゃんとした表示してるとするならばやね、捨てるとならば玉ねぎ、ピーマンやから、この中で一番占めてるのが玉ねぎいうことですよ。その次がピーマン、その次がトマトソースやからね、その次がトマトペーストやから、要はトマト風味、玉ねぎをトマト風味にしてるいうことですわ。いや知らんけど、なんか喋ろう思ってね、忘れてもうた。ねえ、高いな。なんか喋らなあかん思って忘れてもうた。隣のおばあさん、老夫婦が洗濯機買いはったいうことをやったら洗濯機買いはってね。っていうことはこの回で共同洗濯機使うの私だけだから、要は私の洗濯機になった。あれお姉ちゃんはコインランドリーってやんのかな、洗濯してんの見たことないし、北海道から単身赴任してるおっちゃんはほとんど家いてへんし、隣のノーマスクのおっちゃんは洗濯機持ってはるし、あれ使う、私と1階は共同洗濯機ないんですね。だから1階に住んであるどっかの社長さん、多分自分で商売してはるんや思うけど、その人が2階上がってきて洗濯してはるんでね、多分2人だけですわ。おっさん2人用洗濯機欲しいわ。
洗濯機は多分ね、あの政府で出してくれへんはず。っていうか今市くん、今にくん、今にくん、っていうかね、バナナ、これね、覚えとったらあの画像やっておきますけど、これ長井公園横のね、あの果物屋、今果物専門のお店ってないですやん。けどここはね、果物屋さんですね、昔で言うね。で、冬言うんかな、要みかん、みかんめっちゃ買わしてもらった店で、バナナもめっちゃ安かったんですよ。50円だかな、40円だかな、なんかめちゃくちゃ安くてね。で、バナナもよう世話になっとったんですよ。けど、ある時からいきなりバナナが100円ぐらいになってね。バナナ100円言うたら、数玉も100円やしね。いつも数玉でだいたい買うてますね。玉ちゃんね、玉でで。ところ、見に行ったら、今日ちょっと足伸ばして行ったら、足伸ばしていった。膝が笑った。膝が笑うで。膝が笑ったらそんなやつおらんやろ。膝が笑ったらうるそうでしゃあない。ということでね、今日行ったらこれなんとね、50円でした。バナナ。買ってきました。ということで、バナナ、バナナ食べたら腹痛いんですよね。やめとこ。以上にしときますわ。はい、そんなやつおらんやろ。はい、ということで、ちっちゃけちーて、はい、失礼します。バイなら、バイちゃ。プシュ。これ、大阪の芸人のギャグね。はい、すんまい。一応知らん人のために。失礼します。なんちゅう芸人やったかな、忘れた。漫才師。はい、失礼します。話すこと全部忘れた。はい、失礼します。プシュ。追伸。っていうか、ごちそうさまでした。言うたかな。ごちそうさまでした。美味しかったです。完食しました。でね、っていうかね、言いたいこと一個思い出してね、ね、今日ね、8月の4日なんですね。で、めっちゃ買い物してますね。昨日といい、今日といいね。で、保護費もらってますやん、月末にね。で、前なんか YouTube でやっとったんですけど、どこの人かちょっとよくわからんですけど、まあちょっとね、あれなんですけど、その保護費もうてね、もうたらね、なんとか費なんとか費ってみんな分けてはるんやったかどうやったかちょっとよく覚えてないですけど、そのもう保護費をもらったらね、その1ヶ月分のご飯を全部買う人ってね、何やこういうこのおっちゃん思ってね、1ヶ月分買うんですよ。で、それ、あ、ヘルパーさんも入ってありますね。ほんで自分で1ヶ月分だっか遠いとこ電車乗ってね、なんか20キロかなんぼ買ってきたみたいなね。で、それを1ヶ月分買ってきたやつをそのヘルパーさんがね、上手にこう毎日やりはんのかな。で、そんな見とってね、そんなやつおるんや思いながらね、見とったんやけど、なんとなく私もここ2、3日めっちゃ買い物してますね。だから月末買い物できへんかったもん、なんかいっぱい買うんかな、なんかよくわからんですけど、
あのおっちゃんのあれがちょっとね分かったっちゅうか、いや分かってへんけど、あのなんかついついいっぱい買ってまおうみたいなね、まあ、それが言いたかった。それだけの話。はい、失礼します。バイチャ追伸。